皆さん、こんにちは。おはようございます。おはようございます。カウンセリングを行っておりますと、悩んでいる方、問題を起こしている方、これは全てにおいて心が折れているという、こういう現実があるわけです。ですから、折れない心をいかに育むかという部分が、私たち人生の中で、最も大事な、テーマなのかなというように考えるわけですね。これは避けることはできない。だったら、こちらの方からストレスに対して一歩前向きに、いわゆる挑んでいきましょうという、そういう一つの自分のマインド的な武器ですね、そういうものを持つ必要があるんじゃないか。